平成20年6月10日、阿蘇三条神社で例大祭が行われ、今年も観光業者など合わせて20人が参列しました。例大祭とは、その神社ごとに由緒ある日に行われる神事です。古来、阿蘇火山を鎮める神社として建てられた阿蘇三条神社では、この時期に火山の平穏を祈願する火口鎮めの儀を行います。清め払いと参列者が願いを込めた玉串法廷の神事を捧げた後、場所は火口へと移ります。噴火口は阿蘇神社の神の荒御霊を祀っています。そこで神の荒御霊と火口の噴火を鎮めます。神職は火山ガスが噴出されている火口園まで降りていくと、観光客などに見守られながら中岳の平穏を願い、御幣を3回投げ入れました。登山者や住民の平穏を守る由緒正しい儀式でした。